マダラスカンク族は、食肉目スカンクカに属する四族のうちの一つの名称である。スカンクカに属する他の種と同様に肛門の両脇に終戦を有しており、敵に対して強い悪臭を放つ分泌液を紛失することで知られる。学名のスパイロゲールはギリシャ語に由来し、スピーロはマダラ模様のゲールはイタチをそれぞれ意味する。実際の毛皮の模様としては、 マダラ模様というよりも、むしろ4本から6本の白い島に所々、切れ目が入った模様といった方が近い。体長は 11.5cm から 37cm、体重は 0.2kg から 1kg と、スカンク化の中では小型である。化石調査によると、マダラスカンク族は、スカンク族や豚バナスカンク族よりもスカンクの祖先に近い系統に属するとされる。 生息域はアメリカやメキシコ、中央アメリカ諸国にまたがり、主に岩場や川辺、乾燥熱帯林などで見られる。雑食性でネズミや鳥の卵、昆虫類などを食べる。スカンク科の中でも機敏性が高く、木に登ることができる。また外敵を追い払うための警告の仕草として、逆立ちをするのもマダラスカンク独特のものである。年月現在、 国際自然保護連合によると、スカンク科の中でもこの属に分類される、ピグミーマダラスカンクと東部マダラスカンクの2種だけが、気球種に指定されている。マダラスカンク属には4種が存在する。ありがとうございます。